あの詐欺が何見てんのよ。行きましょうか。俺たち行きましょう。
きり持ってきてくれと思ってた。はい、プレゼント、今日は今日言ってました。出てくるのかな。あは、はい、もう何、だいぶ前よ。聞いてませんか？
空気清浄機間違わない間違いないって言うでしょ。あれ俺が洗濯機回してこれ空気清浄機俺もねこの商売できてないあのそんなもんじゃないの気質決まってるの。あの広すぎんねうちがリビング。ああ何畳ってじゃあだからあの4畳半ぐらいの空気清浄機なんですけどうちあリビングが広いから何の役にも立たないの。清浄されないってこと。清浄されないの。それで、いやいつもあの各局と買うと、あの、いけませんから、ちょっと環境と違うものを、さんまさんにあの届けたくってって言うてるんですよ。はい、で、昨日、真っ先に、まだ誕生日まだじゃないですか、はい、ちょっと会えないんで、先に、環境の各局よりも、先に、あの、これ、この中選んでくださいって言って、はい、で、見たら、扇風機と、節電なんで、このね、ベッドを冷やすマットです。ラウンド持つだけで電気がラウンドで足がクラウンドでどうしても見開いてますね。前の言ってるんですよ。全部見開いてます。一部に当たる風ってことすごいなんですよ。だからあの空調なんかもしながら足ばっかりあの当たるんですよ。だからホテルの空気どっちの方が結